でおばあちゃんの NSC 時代にアシスタントの先輩としていらっしゃったんですよね。そうですそうです、あの山田美津子さんっていうね、はいはいはい、あの作家の方の授業があって、 その授業はなんか授業中にコーナーを見立てた、はい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 、授業し、それのアシスタントで僕4年連続ぐらいずっとやってた。すごいですね。そうですそうです。その年の初授業っていう時に、まあ今日どんな、今年はどんな生徒おるんかなと見たら、パッと入ったらもう何百人おるわけじゃないですか、はいはいはい、その中でひときわもう銀色に輝いた、いや銀色でしたか、もうシルバーに輝いたぴったりですね、人がパッていてはって、うん、でなんかもうほんまにね、みんなこう地べたに三角座りして、はい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 、おばあちゃんはやっぱりあのお膝とかねあるわけだから、はいはい、そのおばあちゃんだけ椅子に座ってるんですよ。いやそれはそうですよ、ちょっと注意てるんかなと思って自分にだけなんやこの人と思ってそっからもう虜ですよ。いやそうですよね、とりあえずね使いますよね、コーナーは。とりあえずおばあちゃんはおなんや言うたらですよ、ほんまに。ほんでもうなんかね、そのコーナー、まあ、NSC 生のコーナーですから、はい、もううまくいかん時あるんですよ。ありますあります。そういう時になんや言うたらおばあちゃん使っておばあちゃんに救われるんですけど、だからおばあちゃんは皆さんのおかげで、いやよく言ってます、いつも受けてるんですよって、はいはい、絶対おばあちゃんのおかげなんですよ。いや絶対そう、いやいやそのことは、はい、私ほら全然わかんないし、だから私本当どこ行っても、ま、あの先輩の方がね、うん、いらっしゃって救われてるんで、一人じゃ絶対できないなと思いますよ。もうなんかもう本当に人間がもうね、できてる。いやいやそうじゃなくて、うん、もう昔の人間だから、なんたって古いじゃないですか、はい、だからもうほら今の時代についていけない部分ってすごくあると思うよね。でもいい古さですよね、こっちが知らないことを教えてくれる、なんかこう押し付けてこないっていうか、うん、そう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 、なんか、ま、常に学びの姿勢というか、そうそうそう、うん、そんなことない、学べないですよ普通77で、うん、学ぼうって気にならないですから。そんなことないです。なんかね、はい、最近の若いものは気質が全くないよね、はい、ない。あ自分も若いと思ってるからね最高自分が年取ってると思ってないから、年聞かれてえってなこと思って、